来月から母さんと同居するぞ。だから一部屋開けておいて。そう言って物置部屋を指さす夫。私はもう我慢の限界だった。わかった。じゃあ私の荷物を運ぶから今から業者を呼ぶね。え。離婚しましょう。私がそう言うと夫はみるみる顔を青くしていった。私の名前はのぞみ、30歳の会社員だ。夫のまさととは結婚して2年が経つ。私たちの出会いは職場で、私が入社した会社で彼は課長として働いていた。私よりも7歳上で、最初は恋愛対象に入っていなかったのだが、仕事で壁にぶち当たった時に彼は私の愚痴を聞いてくれたり相談に乗ってくれた。それからだんだんと彼に惹かれていき、そして彼もまた私に惹かれていたようで、私たちは付き合うことになった。そして順調に交際を続けていき、1年ほど付き合った後に私たちは結婚することに。お互いの親に挨拶をして、両家の顔合わせも済ませて無事に結婚式も挙げた。周りには年の差を気にする人もいたが、私たちは意外にも相性がいいようで、趣味嗜好なども似ていた。彼とは一緒にいて落ち着けたし、それに私はどちらかというと年上の方が好きだったから、問題ないと思った。新婚生活はとても楽しかった。同じ職場で働いているから一緒に仕事に行けるし、お互いの仕事の状況もわかってるから忙しい時は、家ではゆっくり休ませてあげようとか気を使うこともできる。そうやって私たちなりの新婚生活を楽しく過ごしていた。このまま幸せな結婚生活を送れると思っていたのだが、つい最近状況が変わり始めた。きっかけは、夫が会社を辞めて起業をすると言い出したことだ。え、会社を起こす。ああ、課長としてもまあまあキャリアを積んできたし、これから俺がステップアップしていくなら、今会社を起こすしかないと思うんだ。そう、そう。私は少し不安だった。起業はかなりリスクがある。誰も彼もが成功するとは限らない。今の安定を捨ててまでチャレンジする価値はあるのだろうか。保守的すぎるのかもしれないが、それでもこれから子供を産んだりとか、マイホームを持ったりとか、そういう人生設計を考えていた私にとっては、正直言ってあまり賛成はできなかった。だが夫は、どうしても起業にチャレンジしたいらしい。このまま後悔はしたくないんだ。年齢的にも37歳で挑戦するには最後の年だろうし、頼む、この通りだ。夫はそう言って私に頼み込んできた。そこまで本気で頑張りたいというのなら、私もダメだとは言えなくなる。まあ私はこのまま今の会社で働き続けるし、なんとかなるか。そう思い、私は夫の挑戦を応援することにした。それから1ヶ月後、夫は会社を辞めて会社を起こした。よし、これからやってやるぞ。すぐに今まで以上に稼いでやるからな。そうやってやる気に満ち溢れている夫。夫に期待しつつ、私自身もいろいろと頑張ることにした。まずは節約だ。今までなあなあにしていた家計簿も、細かく支出をチェックすることにした。そして無駄をいかに省くかを考えていく。家計簿をしっかりつけると、自分が思っていた以上に無駄遣いをしていることが分かった。まずは固定費から見直す。私はスマホを格安スマホに変えたり、あまり使っていないサブスクを解約したり、私が使っている車を売って車検を解約したりと徹底的に無駄を排除していった。そして食費についても私はどんどん見直していった。食材は毎週1回しか買わないと決めて、安売りをしている時にお肉などを買い、小分けしてすぐに冷凍保存をする。野菜はできれば八百屋で買う。冷凍食品は買わない。菓子パンは買わない。毎日お弁当と水筒持参。
プライベートブランドの安い商品でも味に遜色なかったらそちらに切り替える。そういった地味な節約も積み重ねていったおかげで、毎月4万ほど節約することができた。そしてそれと並行して仕事にも打ち込んだ。お金をかけないで日々を暮らすことを心がけていたので、自然と資格の勉強などをするようになり、昇級に必要な資格を取ることができた。そのおかげで、私は昇進が決まって給料が一気に上がったのだ。節約と昇級のおかげで一気に余裕ができた。私はとりあえずほっとしながら、毎月それなりの額を貯金していった。一方、夫はというと、なかなか会社経営に苦労しているようだった。まあ、でも軌道に乗るまでは、やっぱり1年や2年はかかるものだろう。私が収入を上げることができたし、私は夫の仕事については見守ることにした。せっかく経営者になったのだから、夫自身でいろいろと考えながら進めていきたいだろう。それが会社経営の醍醐味だろうし、夫の仕事についてはそれで私は納得していた。だが他に私には悩みがあった。それは義母のことだ。義母は嫁いびりが大好きな人で、私は結婚当初からその被害に遭っていた。最初の嫁いびりは、正月の集まりで義実家に行った時のこと。私は宴会の準備を手伝うように頼まれて、義母と一緒に料理をしていたのだが、その時にいろいろとひどいことを言われたのだ。のぞみさん、私はあなたのことを嫁として認めてないからね。え？あなたのような地味で、特に誇れる経歴もないような人が、息子と結婚すると聞いて私はすごくがっかりしたわ。身の程知らずって、あなたみたいな人のことを言うのよね。親戚にも恥ずかしくて紹介できないわ。しかも料理の手際も悪いわよね。本当にいいところなし。さっさと離婚してくれない？義母とは両家の顔合わせや結婚式の時など、数えるほどしか会っていなかったので、ほとんどちゃんと話したことがなかった。二人きりで会話をするのはこれが初めてだった。それなのに、いきなりこんなひどいことを言ってくるなんて、一体どういう神経をしているのだろうか。私はこの時に、一気に義母のことが苦手になってしまった。一方で義父はとても優しくて、私のこともよくしてくれた。だから、親戚の集まりとかで義実家に行かなければいけない時は、私はなるべく義父のそばにいるようにした。義母はそういう私の行動も気に食わなかったようだ。たまに私を台所に呼び出しては私を叱りつけた。あなた、私のことを避けてるでしょ。本当に気分が悪いわ。いえ、そういうわけでは。それじゃあ、私の主人に色目でも使ってるわけ？そんなことしてません。怪しいわね。地味な顔して意外と心の中は腹黒いのね。だいたいあなたがマサトと結婚できたのも、同じ職場にいて若かっただけのことだからね。まあ、私としてはもっと若い可愛い子に嫁に来てもらいたかったけど、せっかく会社で課長をしているのにもったいないわ。義母はそうやって私を侮辱してくる。私が困っていることの一つに、夫から会社が軌道に乗るまでまだ前の会社で課長をしていることにしてほしいと頼まれたことだ。そのため義母はまだ夫が課長で私の上司だと思っている。だから私のことを下だと思ってバカにしてくるのだ。実際のところは夫はほとんど無収入だし、今職場で課長をしているのは私だ。それを隠して義母からの嫁いびりに耐えないといけないのは本当につらい。義実家に顔を出すたびにあまりにも嫁いびりをされるので、私は夫に義母からの扱いがきついことを相談したことがある。だが夫はその時にあまりちゃんと話を聞いてくれなかった。母さんがそんなひどい態度を取るわけないだろう。嘘をつくにしてもちょっとひどいぞ。
嘘じゃないよ。私本当に悩んでるんだから。考えすぎだよ。確かに母さんは物事をはっきり言うタイプではあると思うけどさ、別に他意はないんだと思うよ。だから母さんのことを悪くは言わないでくれよ。それじゃあ、あなたが前の会社をもう辞めていることを話してもいい？え、なんでだよ。だって毎回お母さんたちや親戚の人たちに嘘をつくの疲れるんだもの。それはダメだよ。俺頑張って結果を残すからもう少し待ってくれ。嫁なんだから耐えてくれよ。それに俺の会社が軌道に乗ったら、望みの給料なんか比にならないくらい稼げるようになるんだから、その恩恵を得られることを考えたら我慢できるだろう。それはいつになるの？とまでは聞けなかった。そこまで聞いたらものすごいバチバチの喧嘩になりそうだったからだ。だがだんだんと我慢をするのにも限界が来ている感覚はあった。夫が会社を起こしてからすでに2年の月日が流れていたが、それでも夫の会社は全然軌道に乗っていなかったからだ。そして結婚してから4年が経っていたので、義母から孫はまだかとやたらと催促されるようになった。いつになったら子供を産むのかしら。仕事もできない、地味、子供も産めない。あなた本当にいいところがないわね。それなのにマサトは結婚生活を続けてあげてるなんて優しいわ。そうやって相変わらず私のことを罵倒してくる義母。この人は本当に性格が悪いな。ここまで悪すぎると逆に何を言われてもどうでもよくなってきた。この人が異常すぎるだけで、別に私は何も悪くないし気にする必要はないと思えた。だから私は義母に何を言われても聞き流すようになった。義母はそんな私の態度を見て毎回顔を真っ赤にして怒っていたが、それでももう私は動じなかった。こんなモンスターみたいな人とまともに会話なんてできない。適当に流していればいいのだ。そう思えるようになってだいぶ心が軽くなった。だがそんな中、悲しい出来事が起きた。それは、義父が急病で倒れて亡くなってしまったことだ。私と夫は病院からの連絡を受けてすぐに駆けつけた。義父は救急治療をしても助からなかった。目を覚ますことなく、眠りについたままの義父を見て泣き崩れる義母。この時ばかりは義母のことが気の毒だった。夫は一人息子だったので、義実家には義両親しか住んでいない。義父がいなくなると、義母は一人きりになってしまう。私と夫は傷心状態の義母の代わりに、葬儀の手配と準備を進めた。そして義父のことをしっかりと見送り、葬儀は無事に終わったが、終わった後で私は一気に悲しみがやってきた。義父は義母と違い私にとても優しくしてくれた。そんな素敵な人がこの世からいなくなってしまったことはとても悲しい。夫もしばらく落ち込んでいて元気がなかった。私は有給を取って夫と一緒に休むことにした。こんな時はなかなか仕事に身が入らないだろう。かといって旅行とかに行くのは違うので、家で焼肉を食べたりとちょっと贅沢をして体と心を休めた。私は少しずつ元気を取り戻し仕事に復帰した。休んだ分の仕事が結構溜まっていたので、残業をたくさんせざるを得なかったが、なんとかペースを取り戻すことができた。だがその間に私の知らないところで思っても見ないことが起きていた。ある日、私が仕事から帰ってくると夫から話があると言われた。どうしたの急に？私がそう聞くと夫はとんでもないことを言い出したのだ。来月から母さんと同居するぞ。え？だから一部屋開けておいて。そう言って物置部屋を指さす夫。あの部屋はそこそこ広いし、荷物をよければ母さんも暮らせるようになるだろう。夫はなんと、いきなり義母を家に呼んで同居すると言い出したのだ。ちょっと待ってよ、
そんなの勝手に決めないでよ。母さんとはこの数日間ずっと一緒にいて話し合って決めたんだ。だから勝手じゃない。え、ちょっと待ってよ。この数日間もしかして働いていないの？ああ、まだ働く気になれなかったからな。そんな、私が仕事に行っている間、夫も自分の会社の仕事をしているのだと思っていた。だが日中はずっと義実家に行って義母と一緒にいたらしい。生活費もこのマンションの家賃も何もかも私に頼っているくせに、勝手に同居を決めてくる夫。私はもう我慢の限界だった。いくら義父が亡くなって一人になる義母が心配だからとしても、私のことを全く考えない夫に私は一気に愛情が冷めた。わかった。じゃあ、私の荷物を運ぶから今から業者を呼ぶね。え。離婚しましょう。私がそう言うと、夫はみるみる顔を青くしていった。ちょっと待ってくれよ。いきなり離婚ってどういうことだよ。いきなりじゃないわよ。私はずっと我慢してたの。会社を起こしてから2年以上、あなたはどれくらい利益を伸ばしたの？そう、それはこれから上げていくから。だったら、もっと死に物狂いでやりなさいよ。生半可な気持ちでダラダラと危機感も持たずに続けて、成功なんてするわけないじゃない。結局、生活水準を落とさずに住んでいるからだらけるんでしょ？でも、どうして生活水準が落ちていないか考えたことある？私があなたの何倍も頑張ってるからよ。節約と仕事を頑張って家計をやりくりしているから、あなたは何も気にせずに自分の経営に集中できる環境にあったの。頑張っても結果が出ない世界だってことはわかってる。だけど、あなたは自分が限界だと思うまでやりきってないでしょ。そんな中で、お母さんとの同居を勝手に決めてくるなんてどういうつもり？私、お母さんとの関係で悩んでいるって相談したことあったよね。これ以上好き放題やるあなたとは一緒にいられないわ。今すぐ離婚してちょうだい。私はそう言って夫に詰め寄った。夫は私の勢いに押されて尻餅をついた。私はそんな夫を横目に荷物をまとめ始めた。ちょっと何をしてるんだよ。だから言ったでしょ。私の荷物を運ぶって、この家から出ていくわ。そしたらこの部屋が空くから、お母さんが使えるようになるんじゃない？そんな。これからの俺の生活はどうなるんだよ。それにこの家の家賃だって。あなたが働いて支払えばいいでしょ。俺の会社がまだうまくいってないことは知ってるだろ。まだじゃなくて、一生うまくいかないわよ。だから会社を畳んで再就職して、生活費を出せばいいでしょ。そんな、母さんになんて説明すればいいんだよ。知らないわよ。私はあなたとはもう他人になるんだから。待ってくれよ。離婚なんて嫌だよ。俺心入れ替えて頑張るから、見捨てないでくれよ。もう遅いわ。あなたへの気持ちは完全に離れたから。私はそう言って簡易的にまとめた荷物を持って、一旦実家に帰ることにした。まとまった荷物は、引っ越し先が決まった後に業者に頼むから。夫は顔面蒼白の状態でうなだれていた。私は実家に帰った後、すぐに弁護士を雇い離婚の準備をした。その間に夫から何度も電話が来ていたが、全部無視してやった。そして全ての準備が整った後、私は両親と一緒に夫と住んでいる家へと向かった。のぞみ、戻ってきてくれたのか？は、何を言ってるの？引っ越し業者が来るから対応するだけよ。え？夫はそう言って固まっていた。そして私の親がいることに気づくと、隅っこに逃げておとなしくなった。本当に情けない。
結局、夫は自分で何かをするのではなく、雇われている組織の中で頑張ることの方が向いていたのだ。まあ、今みたいにすっかり怠けてしまっては、再就職もできないだろうが。引っ越し業者が来ている間も夫は棒立ちの状態のまま、ずっと小さくなっていた。荷物全部運び終えたから行くね。離婚については弁護士を通してやり取りしましょう。ま、待ってよ。俺はまだ離婚をするとは。夫はそうやって言いかけたが、父が一歩前に出ると口をつぐんだ。いや、何でもないです。そして私は両親と一緒に家を出た。その後、弁護士に夫との離婚の対応をしてもらった。その際に夫は義母を同伴させていろいろと抵抗したらしいが、次々と明かされる夫の嘘に義母は離婚の話どころではなくて、ショックを受けていたらしい。そのため話に参加することもできず、最終的に弁護士に言いまかされて夫は離婚届にサインをした。もちろん、私は財産分与はなしにしてもらった。財産分与をするなら、今までの義母からのモラハラに対して、何にも対応してくれなかったことについて、慰謝料を請求すると伝えたのだ。夫は慰謝料の方が怖かったようで、借金を抱えることになるくらいなら、財産分与はなしでいいと言ったのだ。こうして私は損をすることなく、夫との離婚を完了させることができた。ちなみにその後の元夫と元義母についてだが、実は元義母は浪費がすごかったらしく、元義父の遺産も半分以上使い込んでいたらしい。最初は悲しみを埋めるためと言い聞かせて、ブランド物を買い漁ったり、旅行に行ったりしていたそうだが、歯止めが効かなくなり、あっという間にお金が減っていったそうだ。もともと年金が少ない元義母は急に不安になり、慌てて私たちと同居をしたいと元夫に相談していたようだ。だから、元夫が無収入状態だと知り絶望したらしい。引っ越してくる予定だったから、義実家もすでに売っていたそうなのだが、その値段は買い値よりもだいぶ安く、全然貯金の足しにもならなかったそうで、元義母はさらに不安を募らせた状態で元夫と二人でアパートに暮らしているんだとか。そして元夫は案の定仕事が全然決まらず、現在はバイトをして元義母と貧しい生活を送っているそうだ。全く実績を上げていない会社を経営していたことは、職歴として全然プラスにならないし、そしてもう40歳になるので、今から正社員として採用してもらうのは厳しいだろう。こんな生活もう耐えられない。謝るからよりを戻してくれと元夫からメールが届くが、全部無視をしている。今まで好き勝手やってきた分、ツケが回ってきたということだ。すべて自業自得だから同情すらできない。一方、私は独り身になって生活費がぐっと下がった分、ものすごい勢いで貯金ができている。私はまだ30代前半なので、恋愛についてはゆっくりと慎重に進めていこうと思う。母ちゃんだったのか。いきなりの夫の登場に義母は飛び上がって驚いた。この鬼ババア。普段乱暴な言葉を使わない夫の精一杯の悪口だ。今までどんな思いでのぞみちゃんが耐えてたと思ってんだ。違う、私はただのぞみちゃんの。言い訳するな。私はのぞみ、35歳の専業主婦だ。つい先日双子の兄弟を出産したばかりだ。本当は里帰り出産を希望していたが、母親が怪我をして入院してしまったこともあり、夫の正人と暮らす家で育児をしている。夫とは協力しながら二人で頑張っていこうと話していたが、まさかあんなことになるとは想像もしていなかった。双子を出産しアパートに帰ってきて2日目の朝、突然インターホンが連打された。こんなことをするのは一人しかいない。
モニターを確認すると、やはりそこには義母の姿がある。今は相手にしたくないな。しかし、孫に会いたいであろう気持ちをおもんばかってドアを開けた。すると、義母が勢いよくドアを開け、ずかずか大きな音を立てて部屋の中に入ってきた。あまりにも大きな足音で双子は目を覚ます。ああ、また寝かしつけか。双子を両手に抱えてあやしていると、義母はそれをじっと見つめた。あなた、ダメよ。そんなんじゃ。それじゃ子供は寝ないわよ。声が大きい。お母さん、声のトーンを落としてください。あ、なんだって。絶対聞こえてるだろう。子供たちを寝かしつけたいので、静かにしてください。そんなんじゃダメだよ。やわな子に育っちまうよ。子供はね、雑音の中で育てるもんだよ。寝てたって、隣の部屋で掃除機をかけるもんさ。そうですか。でも、まだこの子たちは新生児なので、それはおいおい実践させていただきますから。それにしても汚い部屋だね。義母はサッシをなぞり、ほこりを確認している。あんた、子供を産んだからって家事をサボってるね。今はそこまで手が回らないんです。子供を言い訳に使うんじゃない。言い訳ではなく事実です。お母さん、お願いですから、静かにしてください。ふん。義母はまたもどかどかと足音を立て、乱暴に冷蔵庫を開け、勝手にお茶を取り出し飲んでいる。ああ、お母さん。何よ、あんたの方がうるさいじゃない。コップで飲んでください。そのまま口をつけるのはやめてください。あ、私はあんたのためを思ってコップを使わなかったのよ。洗い物が増えたら、あんたが大変だと思ったから。嘘だ。義母はいつでも2リットルのペットボトルに口をつける。私が細かいのか。私は前々からこれがとても嫌だった。それにしても泣き止まないね。それはあんたがいるからだ。お腹空いてるんじゃないかい？さっさと母乳を加えさせるんだよ。うちは甘味なので。なんだいそれは。 100% 粉ミルクです。はあ、だからよ。だからその子たちいつまで経っても泣いてるのよ。かわいそうね。母乳が出ない母親なんてこの子たちが不憫だわ。一番気にしていることを言われた。双子の出産は帝王切開だ。看護師曰く、帝王切開だと母乳が出るのが遅れることがあるという。そしてそれに漏れなく私は該当してしまった。10日間の入院中に看護師が何度かマッサージを試みてくれたのだが、母乳は出なかった。私は思わずカチンと来てしまい、義母を追い出した。両手が塞がっていた私は、義母を足下にした。さすがにそれはやりすぎだったかもしれない。他にやりようがあったのかもしれない。そんなことを思いながら大きなため息が漏れる。その後、子供たちはすんなり寝てくれたが、またあの義母の突撃があると思うと気持ちが落ち着かない。夫に相談しようと考えたが、夫は多忙の中、寝る時間を削って双子の育児に積極的に取り組んでいる。そんな夫をこれ以上疲弊させるようなことはできなかった。その後も義母は毎日のように押しかけた。そしてああでもないこうでもないと文句をたらたら言うだけで、双子の育児の手助けをしてくれようとはしない。そんな生活が一週間続いたある日、夫が血相を変えて私を抱きしめた。何？どうしたの？のぞみちゃん。ごめん。俺、もっと育児やるよ。いやいや、今でも十分してくれてるよ。昼間は私に任せてね。ダメだよ。俺、育休取る。
あはは、そんな必要ないよ。だってのぞみちゃんストレスだよね。え、のぞみちゃん気がついてないの？何が？のぞみちゃん髪の毛が。は、何？何言って。髪の毛が抜けてるよ。は、私は急いで洗面所で確認した。なんと後頭部の一部分がごっそり抜け落ちている。時が止まる私を夫は心配そうに見つめている。もうやだ。私は涙があふれ出し止まらなくなってしまった。夫はおろおろとしながら私の手を握っている。気づけなくてごめんね。俺明日から休み取るから、のぞみちゃんはゆっくり休んでね。優しい夫を目の前に義母のことが言えなかった。髪が抜け落ちた原因は双子の育児じゃない。義母の突撃訪問、そして延々と続く嫌味攻撃が原因だ。それが言えたら楽になるのか。でも夫がこの事実を知ったら悲しむよな。自分の母親が私を追い詰めているとは思ってもいないだろう。夫は翌日から本当に育休を取った。夜中のおむつ替えやミルクをせっせと作っては双子に与えていた。やっぱり俺がいない間大変だったでしょ。今まで一人でありがとう。そんな夫の優しい言葉にまたも涙腺が緩む。しかし気合の入りすぎた夫は寝不足でお腹を壊してしまったようだ。ごめんのぞみちゃん、またトイレ。その間だけ双子ちゃんお願いしてもいい？あはは、大丈夫だよ。ゆっくり出してきて。ごめん、ありがとう。夫は足早にトイレへ入った。ああ、こんな生活がずっと続いていってくれたら幸せだな。しかし時刻は朝8時。そろそろ義母がやってくる時間だ。それを考えるだけでめまいがする。そして恐怖の時間がやってきた。嫌なインターホンが鳴る。来た。私は黙ってドアを開けた。遅い。もっとちゃっちゃと開けなさい。義母はドカドカと足音を立て部屋の中へ突き進む。そして泣く双子たち。ほら、早く子供を抱き上げなさい。あの、お母さん今日は、マサ。いいから早く子供を抱く。あ、はい。義母は私に話す隙を与えず、どんどんと指示を出した。相変わらず家も汚いわね。あなたの仕事は育児だけじゃないのよ。家事もちゃんとやりなさい。両手に抱きかかえた双子は大泣き。そして私も涙がこぼれた。やだ、ちょっと。何よ、泣くことないじゃないの。義母の前で初めて流した涙になぜか義母はうろたえている。しかしそんなことを気にする余裕はない。私はもう何も考えられなかった。するとトイレのドアがバンと開き、夫がドカドカとこれまた義母とそっくりな足音を立ててリビングへ入ってきた。母ちゃんだったのか。いきなりの夫の登場に義母は飛び上がって驚いた。この鬼ババア。普段乱暴な言葉を使わない夫の精一杯の悪口だ。今までどんな思いでのぞみちゃんが耐えてたと思ってんだ。違う、私はただのぞみちゃんの。言い訳するな。のぞみちゃんごめんね。俺夫は大号泣していた。義母以外全員泣いているというカオスな状態だ。気づけなくてごめんね。大丈夫だよ。私も言えなくてごめん。のぞみちゃんが謝る必要なんてない。諸悪の根源はこの鬼ババアだから。あ、ごめんね。今
パパ悪い言葉使っちゃってるけど、真似しちゃダメだよ。私はこの人のことが本当に大好きだ。なんかこう、気持ちが温かくなる。母ちゃん、もう家に来ないで、連絡もしないで。なんでよ、私は、ただ。母ちゃん、何してくれてんだよ。のぞみちゃん、ストレスで円形脱毛症になっちゃったんだぞ。え、義母は明らかに動揺していた。もう二度と来ないで、縁切りだから。もう早く出てって。ちょっと待って、のぞみちゃん。出てけよ。夫は双子を抱きかかえ、両手が塞がっている。そして義母を足げにして追い出した。私と同じやり方をしてる。やはり夫婦だ。義母を追い出した夫は油汗をかいている。子供たちは私が見てるから、トイレに行ってきなよ。ごめん、またすぐ話そうね。夫はダッシュでトイレへ向かった。お腹痛かったんだろうな。でもそんな中、私の危機を察して出てきてくれたんだな。ちょっと笑えるけど、夫は真剣そのものだ。ありがとう。しかし翌日、驚きの光景を目にすることになる。義父と義母が訪ねてきたのだ。夫も私もモニター越しに二人を確認し、思わず中へ招き入れた。二人は玄関に入るなり、静かな足音でリビングまでやってきた。義母の目はパンパンに腫れている。これはどう見ても泣き晴らした目だ。しかし驚くのはそこじゃない。私と夫はただただポカンと二人を見つめた。のぞみちゃん、ごめんなさい。ソファーに腰掛けることなく、地べたで正座する義母。私はただ、のぞみちゃんに頼ってほしかっただけなの。ちょっと手伝ってもらえますかって、言ってほしかっただけなの。でも、のぞみちゃんを追い詰めてしまって、ごめんなさい。義母は泣きながら話している。いや、それよりも、気になって気になって話が入ってこない。父ちゃん、母ちゃん、なんで、なんで丸刈り？そう、二人の坊主姿に目を奪われ、私も夫も全然話が入ってこない。女性が髪の毛を失うなんて、そんな苦しいことはないわ。のぞみちゃんの髪の毛が元通りになるまで、私もこのままでいるわ。母さんの暴走を止められなかった私にも責任がある。のぞみさん、本当に申し訳なかったね。妻はがさつなところが多々あるけれど、のぞみちゃんがお嫁さんに来てくれたことを本当に喜んでいたんだ。うちは男ばかりの家族だからね。それで双子ちゃんの妊娠が分かって、妻もいろいろ準備をしていたんだが、その自分から手伝うってことが言えなくて、こんな形でこじらせてしまって本当に申し訳ない。頼られているあなたのお母様が羨ましかったの。私も頼ってほしくて、でもそれを素直に口にすることができなくて。あれは嫁いびりよね。ごめんなさい。今日は一言謝りたかっただけなの。絶縁されても仕方がないと思ってるわ。あの、もう連絡もしないし、こちらに来ることもしないわ。これからもマサトのことよろしくお願いしますね。あの、のぞみちゃん、これよかったら読んでみてね。義母はスクラップブックをテーブルにそっと置くと、二人はそのまま家を出て行った。私は義母の置いていったそれを開く。そこにはぎっしりと母乳が出やすくなる方法の書かれた記事がスクラップされていた。中には義母が産院や助産師に連絡を取ったメモまである。私と夫はただただ無言でそれを見つめた。それからというもの、本当に義母から連絡が来ることも、突撃訪問されることもなかった。3ヶ月後、私の円形脱毛症は完治した。その間、夫から義実家の話をすることはない。だけど、
私は義母のことが気になっていた。夫もきっと気になっていたと思う。それでも私のことを思って口にしなかったのだろう。子供たちも3ヶ月経ってそれなりに育児のペースつかめてきたよね。そうだね。大変だけどやっぱり笑った顔に癒されるよね。うん。ねえ、お母さんたちに会いに行かない？でも確かにお母さんにはやり込められちゃったけど、なんか憎みきれなくてさ。そっか。今週末会いに行ってみようよ。もちろんお母さんたちの都合次第だけど。わかった。じゃあ俺たちも突撃訪問しようよ。それはさすがに失礼だよ。いや、そうしよう。夫の考えていることはわかる。あの時の二人がただのパフォーマンスだったかどうか見極めたいのだろう。そして私たちは週末、連絡を入れぬまま義実家へ向かった。突然の訪問に二人は驚いていたが、こちらも驚く。二人は綺麗な丸刈りのままだった。のぞみちゃん、その体調はどうなのかしら？無事完治しましたよ。あら、そう。よかったわ。本当にあの時はごめんなさいね。もういいですよ。あの、スクラップブックありがとうございました。お母さんが連絡してくれていた産院に通ったら母乳がバッチリ出るようになりました。あら、よかったわ。そうなの。義母はとても素敵な笑顔を見せてくれた。双子ちゃんたちも大きくなったわね。はい、よく飲むし、よく寝てくれます。お母さん、髪の毛、もう伸ばしてくださいね。いいえ、ダメよ。これは私のしでかしたことへの戒めなのだから。お母さん、もういいですよ。お母さん、ちょっとがさつだけど、気持ちは十分伝わりました。違うわよ。私は結構がさつなのよ。ペットボトルにすぐ口つけちゃうしね。私たちは双子を囲んで、義実家で有意義な時間を過ごした。その後、義実家との関係は修復された。今では、1ヶ月に1回どちらかの家へ行き、楽しい時間を過ごしている。義母は頑なに坊主を貫いていたが、4歳になった双子に髪の長いバーバが見たいと言われ、今は髪を伸ばしている最中だ。子供が生まれたばかりの頃はだいぶパンチの効いた義母だったが、やはり夫の親だ。温かい心を持った義両親だと思う。これからもずっといい関係を築いていけそうだ。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。